質問があって、はい、どんなクラブがいいクラブでどんなクラブが悪いクラブ、うん、あップゴルフ。単純ないいクラブっていうのは<ん>フラットで多少フックフェイスがいいクラブ。何それは持ち球によってもいいクラブって人によって変わってくるんだけど。要は自分の 要求に対して合った反応をしてくれる要は飛んでく球がそれに合ってる球筋だったらいいクラブになるんだよねでも例えば左の悪いクラブっていうのはアップライトでフックフェイスもう左に行く要素が2つ入ってるそうすると触れないの要は打てないクラブになっちゃう触れないクラブそれが悪いクラブっていう判断をしちゃうんだよねものが良くても悪いクラブになっちゃうでいいクラブっていうのは もうドフラットで多少こうまっすぐかちょっとこうフックぐらいが一番いいクラブだなと思うそれは叩きにいけるけども叩きに行った時のちょい逃げも防いでくれそうだし逃がすことはできるから,うんだからそういうクラブがいいクラブメーカーとか出しちゃうとあれだけどうんそれはちょっとオンラインサロンの方で言うけどもなんだろう今の クラブってほとんどこうアップライトになってきてるんでね、こうこうあって見えちゃう、起きて見えちゃうんでね、起きて見えると叩けない、叩きに行けない方が結構多くて、特に上級者の方、だからもちろん身長とかこうハンドポジションによっても違うんだけど、だからこうあんまりこうグってなってると叩けないから飛距離が出せないとか、うん、そういうの結構あるね。あとアイアンなんかはね、ヒールが高い方が フェイスだかねが高い方が平井はいいヒールが低くて頭が高いと要はラッパみたいになってると左行くの平井って<ー>そう頭側が重いから重心距離が遠くて左行かなさそうなんだけど、うん、アイアンってね左行くんだよねそう,だ,う,そうだからななるべくヒールがこう高い方がいい要は長方形っぽい方がいいんだよねいいアイアンだなと思うだからねもう ヨネックスの <laughs> 301MB301 最高めっちゃくちゃいい顔つくばのね PGA ストアのね同級生しゅんちゃんっているんだけど <laughs> がどうって見せてくれていやこれアイアンだよねと思ったなの出たばっか出たばっかか今この動画撮ってる時はまだ販売してないかもしれないあそんぐらい<あ>新しいんだああ いいんだこれがやばいもうやばいそんないいの <laughs> 珍しいねそんな言うのあれはいいなドライブスターライはそのドライブスターは楽で飛んで顔が良くていいって言ったけどジョネックスのそのアイアンはクッソ美人 <laughs> やばいキーラナイトレイぐらい <laughs> そうやばいい、ね、やばいすげえきれ,それでも人。 うあそう違う人によって違う,うんと言,言っちゃえばそのヨネックスの 301MB っていうのは昔顔今顔ではないあそうなんだああ今の方がラッパっぽい,のラ,ッパっぽいラッパが多い今もうねあのアイアン見たらねなかなかないなと思っちゃうそんぐらいいい顔だっためっちゃくちゃちっちゃいけどねちっちゃいのちっちゃいマッスルバッグだからめちゃくちゃちっちゃいんだけど俺6番より上打てる自信ないけど そんなにそうだけど7番や見せてもらったんだけど、うん、やばい小さいちっちゃいけど最高だからもうモデルさんよね顔がちっちゃくて<あー> <laughs> シャープで本当にあのヨネックスのね301はやばいまあすれば MB の方ねうん、うん、それのキャビティバッグ CB もあるんだけど、うんうん、MB はやばかったな撃ったのったあっ、うん、それはってないあの構えただけ でもね、駿ちゃんが言うには打感は多少ちょっと固めだけど、うん、でもいいっつってた、うん、でもそれさ打ってみたらさ、うん、あれ意外とってなっちゃうかもしれないそうそうそうなの分かんないの <laughs> まだ打ってないから見た目でしかただ顔はもう1万点じゃ打ってみてちょっとよくなくてもいいと思いなくなっちゃうね、うん、あれは俺買っていいなと思ったあそう、うん、打てなくても入れときたい4番まで。<laughs> 多分4番アイやンっつったら多分5半粒ぐらいじゃないかなヘッド <laughs> そう,だようん <laughs> やばいと思うあれいいわあれでもあれなんだっけタイガーだっけ、うん、ボールの大きさあればいいっつったのそう丸山さんとタイガーはフェースはボールの大きさで十分で芯でしか打たないからボールの大きさだけあれば一緒でしょってイチローと一緒だよね, <laughs> ね だイチロー松井選手の対談の時にさお互いのバット持っていてさ「うん、そんな太いバットでよく当たるね」って松井選手に言ったらあれがやばい。<laughs> <laughs> <laughs> そんな太いバだからね好みっていうかね<え>、うん、そうだからいいクラブ悪いクラブって。 その顔の向きがウッドってほとんどでアイアンはそのやっぱり打感だったり見え方もそうなんだけど音もそうだしねなんだろう自分の球筋に合ったヘッド形状をしてないといいクラブとは言えないだから平井は捕まり系の球が打ちたいから用無し型のヘッドは絶対合わないのよそう右上がこうやって体積が取られてる ヘッドとかは無理もちろんそのパワーヒッターでフェード系で左がちょっと嫌だなと思ってる人にはそういう世なしの方がいいんだけどそうだから人によっても全然変わるしあと物がいい悪い悪っていうのはオンンンラインサロンで言,いますいやあの言えないからね言いたくてもそうそうそうういうのがねいいクラブ悪いクラブってね結構あるんででこれにまあ変な話シャフトも加わってくるともう動画では収まりきらないから、う。ん そうだからそういいクラブ悪いクラブってあるある確かにあるあるけども自分の球筋が決まっていればなおはっきりする持ち球というかねうんこっちの球が出る確率が多いっていう方に対してクラブを選んでいった方が絶対早いしあとはまあ長さなんかは捕まりいい悪いで短くした方がいい長くした方がいいとかってあるけどまあスイングテンポもそうだしね、う。ん だからそういうのは、まあ、レッスンに来ていただいた方が早く答えは見つかると思います、はい、で今回はいいクラブ悪いクラブってどういうクラブっていう動画を撮ってきました気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたこの度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれ っていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願い,いたします。